お疲れ。いや、終わったんだよ。いや、いや、サムネにしてください、これ。折れてるけど、俺やっちゃおう、みたいな。エクシルスポーツでは、YouTube チャンネルだけではなく、Instagram、Twitter アカウントも運営しています。番組の配信情報なども確認できますので、ぜひチャンネル登録、フォローよろしくお願いします。フォローお願いします。いろいろ話すと長いですけどね。それこそね、ハヤトも。そうだ ね、今年ちょっと2回。何回か離脱してますね。今年どれぐらいですか ?3 ヶ月ぐらいやっぱり住んでんじゃない両膝行っちゃったよ。でも初めてなんですよね、この。こんなに大怪我っていうかね、はいはい、プロになって長い、ね、何ヶ月っていうか、うん、全然なかったからもう長すぎましたね。何年だっけ。いや、それ1年、試合で言うと1年ちょい、この前サンガ戦出て1年ちょっとぶりの、ね、やばいよね。1年ちょっとサッカーできない、サッカーっていうか試合できないんだよ。すごいわ。いや、尊敬する。それは2回手術してなかなか長かったっすね。もう怪我すんなよ。はい。やっぱりメンタル的にこうやっぱ落ちたり上がったりおっしゃる。いや、浮き沈みはあったっすけど、先のこととか考えちゃうともうダメだったんで、常にもう今しか見てなかったっすね。かっこいい。かっこいい。常に今ですかね。かっこいいっす。これもういやいやサムネにしてください。常に今ですね。今ですね。今ですね。いやいやこれサムネにしてくださいこれ。予告で使ってください。いや、でもほんまにそうでしたよ。やっぱもう怪我のしたことを考えてももうまあしょうがないもんね。はい、もうあと先見ても先考えてもきついし。どこ見てたん。常に今ですよ。いじってサッカーの試合とか見れなかったっす。よく頑張ったな、はい、頑張ったよ。ありがとうございます。お疲れ。名護。いや、終わったお疲れ。いや、終わったみたいな。いや、何今までありがとうなんですか。今までよく頑張ったよ。本当、頑張ったよ。頑張って。頑張って、これからなんですよ。あ、これから。お疲れ。いや、お疲れじゃないですか。翔馬くんって、あれですか、はい。長期間のリハビリというか、怪我は。2、3ヶ月ぐらい。中足骨折った時に、何年前だろう。本当、23、4歳の時ぐらいに折って、もう今シーズン終了みたいな。それだけ？シーズンと、シーズンそれだけ？オフシーズンをリハビリしてた。え、それだけ？11、2年プロ、うん、まあプロっていうか、はいはい、サッカー生活20何年やって、それだけかも。いや、ショーマンもやっぱすごいっすよ。俺ね、あのね、離脱しない の。痛くてもやっちゃう。あ、できない怪我ってあるもんな。できないよ。でもそれがないんだよ、多分。だから折れるぐらいまでいかない。いや、折ってても2、3ヶ月ぐらいやってたし、小指折った時もやってたの。ありましたね。小指折ったのありましたね。なんか、ずっと痛いなと思ってたんだけど、うん、検査したら、ま、ギリ折れ、なんか折れてないって言われたから、うん、やってる時に疲労骨折かなんかで折れたんだけど、それでもやってた。魂じゃん。こんなかも。やっぱ持ってんだよ、みんな魂。やっぱそうっすよね。俺の場合出ちゃってる。俺はこう、みんなにバレないようにしてるから。多分。出していこう。痛いとか言って。あ、言って折れてるわ。折れてるけど俺やっちゃおうみたいな。あの画像とか、ね、そうそう。見て、ほら、折れてる。折れてる。やってっから。そうそうそう。魂なんですか。魂でしょ。俺は、そう。でも治ってから、実は怪我してた。みたいなのは結構、やっちゃう。一番かっこいいタイプね。いいっすね。やってるときは、まあ。隠す。隠すっていうか。弱み見せない。なんか、三尾さんとか曽我さんがそうだったの。あの人たちも本当ね、40に近づくって言ってて、ボロボロだったら絶対。けど、そんな感じをこう見せないというか、練習でももう淡々と、ね、うん、いいプレー、うまいプレー、試合でもするから、それになんかちょっと慣れちゃったみたいなところもある。ああ痛くても言えない、言わないみたいな。そうよく言ってた、みそさんは。そうそう。肉巻いとけば、生肉巻いとけば治る。すごいっすよね。今もやったことあるんかな。多分やったことあるんじゃない。前十字を4ヶ月ぐらいで直した。やばくないですか。直したっていうか。直したっていうか。痛いけどやったってことだよね。きっとね。考えらんないわ。一緒にやってみたかったな。僕は前回、ベンゼマって答えましたけど。すごい。いやもう、ね、スケールでかい。違いますよ。ベンゼマは。はい。スケールやばいわ。ベンゼマ。
ウィレかなんかでやったん。あ、ウィレでかな、あれウィレだったかな。あれウィレでやったん、ま、俺夢見てたのかもしれない。あ、いや、でもそうだよ。すげえわ。全員だったら誰だろうな。でもあのマリノスの7番の人、名前、やべ、どうせでした。フォワード。ウーゴ・ビエイラ。ウーゴ・ビエイラか。は、俺めちゃくちゃうまいと思った。それはもう対戦しててですか。そう、もう超嫌だと思ってた。え、モッチアップしなくない？してないけど、やっぱ、試合してて。攻められてるの見て。あいついるのといないのじゃ、もう全然違うと思ってた。へぇ。選手誰かいたかな、みんなすげえんだよな、俺。いや、わかりますよ。わかるでしょ。みんなすごいっすよ。マジでみんなすげえんだよな。違う。え？趣旨が違う。趣旨違う？その中でも、ちょっと飛び抜けてる。飛び抜けてるのか。俺でも大学ん時の話で言うと、うん、鹿島と練習試合した時に、俺が1年生か2年生の時に、誰？柴崎岳いて、ああああ、やばかったっす。もう練習試合でしたけど、全部ワンタッチ、ツータッチでもうなんか、正確にね。そこ見えてんのっていう、衝撃でしたね。俺もさ、サヌキの時に、プレシーズンマッチかなんかで鹿島とやってんのよ。あれ覚えてない、ショーマ出てないかも。あー。で、怪我してたかも俺。うん。で、あれ誰だっけ、超速くてさ。カイオ。あー。もう、カイオもすごかった。あ、カイオすごかったわ。あれ、もう、後半から入ってきたのかな？なんかもう無双しちゃって。カイオはね、ただ速いだけのブラジル人だったの、最初。あ、そうなんですか。高卒で入ってきて。そしたらもう、試合出るたびに、もうなんか本当に。やばいかったよね。ネイマールみたいになって。うまいっす。うまいイメージだったんですけど。うまいうまい。しかも、もう強い。キープとかも。やばいよね。めちゃ辛いです。身長はそんな75ぐらいじゃない。ああ、でも。いや、だから、あの時は、ああ。無双してた、ね。うん、鹿島はすごい。カイオすごいって。鹿島すごいなーって。もうあれの時はちょっと衝撃受けた。へぇー。レベルちげえわ、みたいな。みんな言ってたもん、サヌキの選手。あれはもうちょっと無理です、みたいな。僕は前回、ジネイっていうフォワードがいた、ブラジル人フォワードがいたんだけど、はい、そいつは、まあ、すごいうまいというか、鹿島。そう、鹿島で。天才だったの？いや、なんかめっちゃいいフォワードだと思ってた。あ、俺ヒロキかな。阿部ヒロキ。変わってるってこと？ぶっ飛んでません？あいつ。俺だから大学の時にだから結構鹿島来てて、ヒロキとかと結構いたんですけど、全然年下なんですけど、プロってこんなんなんかなって思わせられた人というか、なんか頭ぶっ飛んでるね、ヒロキ。やっぱ J1 レイスル入ってオルンガは。あ。ウルンガ一番いいのいるじゃん。もう一、まあ、一番驚いた人たちいるじゃん。驚いたしね、もう、変わってみたいよね。手強かった相手と、驚いた選手と、変わってみたい選手全部でもいいぐらいじゃん。いや、本当に。真逆だもんな。手足長くてね。ほる。あ、そうっすよね。おい、そうっすよねって足見んない。すいません。ちょっと。ああ、もう真逆だし。失礼しました。あんだけ点取れて、早くて。ヘディングも強くて、で本当に練習の時とかも当たるとなんかちょっと違うよ。動かないよ、なんか超細く見えるからさ、まあ弱いとは思わないけど、はいはいはい、ちょっとまあでもブレるんかなぐらいは。そう、風呂とか入ってさ、足とかのあれケツとか見るじゃん、もう馬みたい、なんて言うんだろう、さーってなんか筋肉がスーってしてて超綺麗。いいなって思うよね。でも足長くて。足長く、おい。わかんないですけど、俺的にまあ選択肢があった中で33にしたって感じですか。ああ。最初につけた番号が33だったから、33にしたんだ。きっとそうだ。鹿島は多分もう決められてたかも。決められてたんかい。多分、あ、どっちだったっけな、レイスルで33つけたのは、何番空いてるよ、みたいな。だから名古屋行ったやつ、ね、候補があって、あ、そんだったらじゃあ33で、みたいな。あ、はいはいはい、まあ、並んでるし、まあ、いいか、みたいな。浅はかやな。俺も番号に全くこだわりないから。あ、でも19とか好きだったのかな。あ、でも22とかもなんか好きだった。ゾロ目好き？ゾロ目が好きなのかもね。前、奥野さんっていうコーチがいたんですけど、があの調子が悪い時ほどチャンスっていうのは巡ってきたりするもんだから、いい時だけじゃなくて常に準備するのが大事です、大事だよっていうのを言われて、
こうなんかあんまり調子いい悪いをあんまりこう作らないようにそれからしましたっていう話があるんですけど、座右の銘とかなんだろう。いやでも俺は高校の時にコーチに言うが言ってたのが、頭は冷静に心は熱くっていうのは、俺もそれですね、あの結構言ってた、俺らも言ってる人がいた。あ、すごい好きで俺的に。ちなみに名護さんはそれは何で、プレーでやっぱ考えると俺意外と熱いんですよ、試合中とか熱くなるなるっていうか、ね、頭は冷静なんですけど、イライラしてるってこと、カリカリ、いやあのカリカリしちゃう、カリカリは大きいでしょ、大きいはカリカリ、ごめんよ、おこなの、おこじゃないです、いや全然そういうあれなんですけど、そういう熱いじゃなくて熱をしっかり持ってるってこと、そうっす、持ってプレーしてるってことね、そうっす、でも熱くなってるけどちゃんと客観視できてるから自分でコントロールできるというか、すごいかっこいい、はい、ありがとうございます。俺はもう両方ホットになっちゃってるいやそれはもういいところじゃないですか、いや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 、あやっぱ頭は冷静に見れてた方がいいと思うんだけど、なかなか難しいよね俺はねまあそれはもう一つ、うん、一つです。なるほど。隼人は俺魂でしょ、魂で、ああ座右の決まったっけ、ああ、まあ、魂、魂いただきました。あでもあったかも、なんか北島さんってあのレイソルにいて、で熊本に来たんだよ、うん、あのレイソルから移籍で、その時になんかスパイクになんか刺繍で常にマックスみたいな、うん、まあそれはなんか今でも心には残ってる、もうどんな練習でもどんな試合でも常にマックス、 まさしくじゃん、いやそうだね、まあそういうのもあるのかも、こういう人たちでさえ常に全力でやってるのに、高卒 1,2 年目の俺が例えば力抜いてやるのは絶対ダメだとって思ったし、環境がじゃあちゃんと、そうだね、仲間魂を作ったと、まあそれ本当あるかもしれない、うん、すごいね、魂につなげてくんだよ同意が結局、結局ね、うん、2人はペットを飼っているでしょうか。僕は飼ってないですね、はい、飼ってます、はい、飼ってないの、分かってないです、飼ってそうなイメージだね、なんか、マスカ、いやペットミヤキャットに似てるから、なんかミヤキャット、それは俺じゃないですか、それはもう別にペットだ、ミヤキャットなんか飼ってるのかと思って、ハヤト君でも今、うん、犬猫ですよね、うん、なんかねインスタでもそうだね、猫保護したって、そう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 、そういうのもあるし、すごいね、その保護したってどういうこと、落ちてたの、だから家の前になんかもうすんごい痩せ細った猫がいて、泣きながら近づいてくんのよ、もう多分腹減ったみたいな、あすごい、もうやっぱりね、そういう人のところにちゃんとね分かってね、そうあ行くんだよ動物って、そんでなんかね、なんかそのまま置いとくのもなんか無理で、で嫁とねそういうの保護して洗ったりなんかして、その団体とかに連絡したり、で今飼ってる猫も岡山の時に保護した猫、あ近所の人が保護して、なんか探しててみたいな、飼えませんかみたいな言われて、トライアルつって1週間2週間ぐらい飼ってみて、ダメだったら飼い捨てるんだけど、そんなんあるんですか、そうそうそう、お試し期間みたいな、合う合わないもあるし、ね、そうそう、はいはい、犬もいたからさ、はいはいはい、で犬が大丈夫だったら飼うみたいな話になって、でやったらもう嫁がもう情が湧いちゃって、ね、飼うことになってっていう感じだね。動物保護団体の皆さん、あの こちらでこちらにこちらで将来はねそういうのになんか協力できたらいいなっていうのは思ってる。でも癒されるよね、癒されるよ、もう本当に毛深い人間と一緒だな毛深い人間、例えがもうやめてよ、なんか毛深い人間、毛が多めの人間と一緒になってくる、本当に、うん、俺は、あ僕も飼ってますけど、もうこう顔を見て日本語が喋れない人間と一緒だじゃあもう一人なんですよになる。でも本当に飼ってる人は多分みんなそうだと思う、家族、マジで分かってるからね、やっぱ伝わるんですか、お互い伝わるよちゃんと、うん、だってさやとかでもさ言葉分かんなくてもさ、やっぱ何したいとか何してほしいって分かるようになってくる、うん、マジですか、本当分かる。翔馬くんちの犬名前ベニマルでしたっけ、ベニマルです、はい、なんかつけたこうあのね、はい、俺犬飼い前に、ね、由来とか、はい、北関東とか東北にねスーパーがあるのね、
はい、でそのスーパーがね、ヨークベニマルっていうのね。はいはいはい。で、あうちの飼ってる犬ヨークシャーテリアなんだけど、はいはいはい、ヨークシャーテリア絶対飼うって思ってたの。ええー。飼った時絶対ヨークベニマルにするって名前にした。ええー。そしたらベニマルになった。念願のベニマルですよ。ダジャレ？ダジャレですか？ダジャレ、ダジャレ。ハヤト君のペットの名前。犬が麦。麦。麦。猫が、え？猫がそう。麦と芋。麦と芋。焼酎じゃないんだよ。麦かわいいよね。猫がタビト。タビト？タビト？タビト。会ったことないな。そう。黒猫で、はい、手足になんか靴下履いてるみたいに、4つが白いんだよね。タビ履いてるみたいな。へぇ。で、タビと。とは？とは、でもさ、タビって呼んでるっしょ。そう、タビって。とは一応表記だけ。まあ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 。まあ俺の子、俺の子ってことじゃない。どういう、ハヤト？うん。やかましい。やかましい言うな、お前。なんか欲しい欲とか、あれは、名護は、将来。ペットっすか？特にない。いや、でも実家飼ってたんで。何飼ってたの？狼犬のシベリアンハスキー飼ってた。かっこよ！中で、家の中では飼えないですけど、外で。かわいかったっすね、めちゃめちゃ。めっちゃ頭いいんじゃないの？頭いいっす。ね。めちゃめちゃ頭いいっす。それこそ、なんか、懐っこいみたいな。あ、そうっすよ。懐っこいっすよ、めちゃ。人懐っこいし。大型犬って優しいもんね。はい。吠え方ももう狼ですね。へぇー。朝とか。すごい。どんな鳴き声してたの？どんな鳴き声じゃない？狼みたいな鳴き声ですよ。やらせるとかじゃない？ちなみに、名古屋どうやって鳴くの？いいっすよ。なんでここで俺の鳴き声やらせ宮崎キャンプで、隼人は、早め、早起きでしたけど。その説は、その説は。ありいや、ありその説は。キャンプ同部屋ですか？同部屋よ。同部屋だ。その説はすいませんし。それから、俺も早め、早起きになった。マジっすか？めっちゃいいじゃないですか。いや、まあまあ、やっぱ大事よ、早寝早起きは。な遅寝の時の方が多分多いんだけど、早起きがマストになった。休みの日も、練習の日も、この時間に勝手起きちゃうようになった。え、今も？今も。魂いつも。すごいですね。めっちゃいいことやる。いや、まあまあ、でも、やっぱ朝起きるとね、リズムできるからね。わかります。大事。でも、休みの日もその時間に起きるって結構ありがたいなって思う。あ、一日がやっぱ長くなるから。全然違いますよね。全然、やっぱね、わかります。だらだら過ごすよりね、起きちゃった方がね、気持ちいい。やっと感じてくれた？ありがとうございます、本当に。うん、30年目にして。でも、年のマジ早い。本当ごめんね。しなくていいのみたいな、自由時間さ。こっからまあなんかやるんじゃない？そうそうそう、そう、うん。早く寝るから迷惑とか迷惑じゃないとか。はいはいはい。全然ない。だって別に、起きてようが起きてまいがね、別々のことやる、はい、やるから。みんなびっくりしたもんね。びっくりした。こんなに早いか。っていうぐらい早かった。だって最初、何時寝てたんですか？最初、もう初日とかやばかったんじゃん。もう9時半ぐらいにはもう、寝てないけど寝る体勢みたいな。うん。あ、もう準備整って。準備整って。で気づいたらもう寝てるみたいな。うん、今もっすよね。早いっすもんね。そうだね。10時までには寝てると思う。早いや。早っ。でも朝起きるのめっちゃ早いじゃないですか。6時ぐらい。早いや。ちなみにさ、何してる？1日の過ごし方だから、今のトークさ、練習までも結構あるじゃん、そっから。まあそうね。6時は早いっすよ。2時間、3時間ぐらいあるじゃん。6時。うん。6時起きて。早くでもあれじゃないですか。タビトに起こされるじゃないですか。ああ、麦に起こされる。あ、朝散歩行く？朝ね、散歩行ったりもする。その嫁とどっち行くみたいになって。30分とか散歩したり。30分するんですか？朝から。で、なんだろう。家でちょっと遊んで、ボールとか。で、7時とかから朝飯の準備とかして。で、8時半ぐらいにクラブハウス来る感じかな。すごい。健康的。健康だよね。でも分かる。名護さんは朝から行動したい人なんで、休みの日でもでも決まった時間に起きます、朝。だいたい7時半とか起きて、で、朝飯も自分でやって。偉いね。だいたいクラブ。一人暮らしってすごいね。俺もう大学からずっと一人暮らしやってるんで、もうリズムはある程度やっぱできますよね。うん、でも8時過ぎぐらいにクラブハウスいる感じですかね。何時に寝てる？って。まあでも11時前後とかですか。夜することある？夜することでもなんかダラダラしちゃうよね。ダラダラしちゃったら、そうっすよ。なんか時間いつの間にかこんなに行ってるみたいなさ、うん、はい。それがないんすよね、それがないってことだよ。そのダラダラしてないわ。パンパンって寝るって。いや、マジで。なんかソファ行って。俺らも多分そうだよ。そんなことしなければ、多分ほんと9時10時に寝れるんだよ、多分。まあ、うん。
リクシルスポーツザ・セッション。僕たち3人のサインを入れたユニフォームを1名様にプレゼントします。応募方法は概要欄をご覧ください。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。